ジャン君。ジャン君の入ってると思う？何何って来てるけど差し入れです。差し入れだよ。それは差し入れなんです。ん、何だろう。はい、虫。虫。あ、本当だ、虫だった。お、本当に虫。虫さん、何、虫さん。なんか虫さんだよ。なんだろうね、牛さん。あ、ポンちゃんも来た。黒い人も来た。ポンちゃん。何って来た。みんな来た、みんな来た。みんな興味津々。え、牛さん、あ、豚さんだよ。あら、豚さんと。僕もおもちゃの仲間に入れてくれぶーって書いてあるよ。ジャン君とポンちゃんのおもちゃに。はい。あ、ちょっと。よいしょ。開ける？ジャン君。かわいいトートバッグ。トちっちゃい。ここに牛がいたのね。そうだね。羽目がハートになってるよ。はい、ポンちゃん。ジャンクほら、ジャンクにこう、ピョンって投げるやつのおもちゃだよ。よし。うん。豚さんと牛さんだよ。はい。ジャンクのだよーん。え、残念な生き物辞典キャンディーだって。私このさ本ちょっと気になって、はいはい、ちょっと読みたいんだよね。見たいんだよね。でも残念な中に、うん、怠け者とかパンダとかがいるわけ。だから何か残念な部分があるってことなんだよ。それを言って。そうそうそう、ダメって意味じゃなくて、なんか強そうなのに実はめっちゃ弱かったとか、うん、なんかそういう何か残念な部分があるってことだね。なるほど。お、あ、逃げた。そして黒犬の大好きな、はい、メインです。あれ、こんな立派な、いっぱい入ってるよ。紅玉。あ、すっごいいい匂い。すごい。紅玉の。昔はさ、紅玉ってさ、安かったのに、うん、今、紅玉って、豪華。物が少ないから、高いんだよね。そうなのさ、なんかね、あんまり2個ってしか入ってなくて、うん、なんかすごい、ちょっと高めの値段なの。ね、ケーキとかに使うような酸っぱいリンゴだ。いわゆる原種に近いリンゴだっていうことで、昔は安かったんだけどね。そう、私が、気がついたことにはもうあんまり安くなくて、しかもあんまり売ってないんだよね。そうだね。うん。これはリンゴのジュースぽいね。飲むリンゴって書いてあるからね。すごいね。こんな入れ物に入ってんだ。お、ちょっとここにね、ストローもついてるの。よいしょ。開けられない。よいしょ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 、よいしょ、くるくるくる、割れました。すごいね、紅玉いっぱい入ってるやつなんだね、うん、贅沢、めっちゃ贅沢。なんかこのような綺麗なリンゴの花なんだね。リンゴの花かわいいよね、うん、秋田のリンゴ、おいしくパック。桜と同種だっていうからね。富士ストレート100。はい、ポンちゃん。リンゴの 100% ジュースだよ、ポンちゃん。リンゴのお花かわいいよね。そしてリンゴの木が欲しい。スワマ。え、スワマなの？マオイさんが好きなやつ、ね、やったー。あ、昨日喋ったからかな。昨日だっけ？スワマが好きって言っちゃったのかい。なんか子供の時からスワマが好きっていう、うん、地味な子供だったっていうのを言ったよ。なんかおばあちゃんみたいなものが子供の時から好きだったって。やったー、スワマだー。かわいい。なるほど。かまぼこじゃないのね。うん、かまぼこじゃないの、スワマの。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。明日はまた、あれです。あれ？例のやつ。例のやつ？ライブあります。そして昼間も歌います。
それじゃあネイビーよん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 。あ、残念な生き物キャンディー、一応開けてみていい？よよ。あ、じゃあ開けてください。開けていい？はい。開けた。よしよし。残念なを残したかったから。何かが、あ、ペンギン。全部で20種類。うん、残念な限定カードだ。またコンプリート狙いか。これは何？カードを全部集めなさいってことね。うん。コツは座禅の心かな。クイズ、皇帝ペンギンのちょっぴり残念な生き方とは。うん、生き方？生き方って何だ？はい。ということでした。どうもありがとう。はい、かわいい、いっぱい。ジャックもポンちゃんもありがとうって言っております。背中でね。かわいい、なんかいっぱい書いてある。ジャン君、ただいま。今日もたっぷり音楽三昧でございました。はい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 。そこはね、脱ぎ散らかした洋服の山です。ジャン君、おいで、おいでおいで。はい、あいで。はいはい、はいはい。ジャン君、ポンちゃんもおいで。ポンちゃん、はい、はいはい。はい、だいぶお待たせしましたね。もうすぐまおみママさん上がってくるからね、お待ちください。